日本穂高は架空戦記、朝日の艦隊に登場する架空の戦艦である。朝戦艦とも称される。艦名は日本神話の山と竹の御事に由来。なお、作品の舞台である構成世界では山和型戦艦は建造されておらず、その資材は紺碧艦隊建造に回された。なお、ここでは日本穂高の試験艦であるヤタガラスについても記す。日本穂高が それまでの戦艦と一線を隠す点は設計当初から潜水戦艦として計画されていることだろう。ただしこれは設計当時はまだ技術的に無理だったことや、技術確率まで待つと対独戦に間に合わないということもあり、とりあえず水上艦艇として建造された。このか電波妨害金属片発射器2機、熱線放射疑漫弾発射器2機、栄光式対魚雷音響疑漫装置、 原則格納爆雷投射機を装備する。OVA でのデザイン変更後は、後継不明の CIWS が搭載されていた。OVA では、一見すると、コミック版と形状が同じに見えるが、注意してみると清掃圏広角砲の位置に、後継不明の連装砲が装備され、両弦の連装広角砲は、前世、 大和型と同じ棒立て付け12.7センチメートル広角砲の外観となり、関西機も気球機は登場せず、艦尾の広角砲群の合間に、カタパルトが設置され、冷式水上観測機を搭載していた。OVA12 艦からは、大幅なサイズ、デザインの変更が行われた。続編、新、朝日の艦隊において、日本ホタカは、 ファイ計画によりムロランの秘密ドックで大改装され、海中戦艦新日本穂高となった。各融合機関による電磁推進方式で完全な先行能力を持つ。莫大な発電容量を生かし電子戦能力も上がっており、省力化も進んだため艦を動かすのに必要な人員も減った。コミック版に登場する日本穂高の最終形態。蒸気への改装後、 カリブ海の米気象兵器防衛線において、巨大数発を光りなりしたため、日本ホタカは外角を放棄し、セミモードとなって内角線のみで戦域を離脱。その後に行われた第三次改装によって生まれたのが、このネオ日本ホタカである。船角部分はそのままで、外部パーツを取り付けた形ではあるが、官営にはもはや水上艦時代の面影はなく、艦首は大幅に延長された。 また、従来の整流シャッターでは、電気的、速度的に r 砲の性能を生かし切ることができなかったため、方のみを包む形状のリニアレール駆動の整流カバーに改められている。さらに、延長された監視部分には、r 砲の延長方針や、小型分診断発射器などを内蔵しており、この延長方針と誘導方弾を組み合わせることで、毒、 フェルゼン級朝戦艦の列車砲に次ぐ、長長射程での指定外誘導砲撃が可能となった。テラは20年の初陣となる、カナリア諸島沖での戦闘では、巡洋戦艦、シャルンホルスト大一聖射で撃沈、戦艦、ビスマルク通用、戦闘不能に陥れ、その帰闘中に有望と一石を撃沈した。続く、翌年の、心臓作戦の際には、独塩番機、 ホルス16の来撃により、左限に損傷を受けたが、戦闘に支障なくそのまま作戦を続行、ヒトラー砲台への粉身弾攻撃を実施した。それから2年後の23年、バイキング作戦で、従順洋艦、アドミラルヒッパーをはじめとする、水雷艦隊を殲滅。翌年6月の、キラテー打ち入り作戦では、A 中部に進行した独軍に対し艦砲射撃を、 持って打撃を与えこれを最終的に降伏させた。12月のアイスランド機械戦においては、独第一機動艦隊に砲撃と分身団で止めを、さし、翌年は、独長重爆撃機、アースの攻撃で艦隊の主だった、水上艦を失った後も、潜水艦隊と共に、大西洋とその沿岸において、地上部隊への艦砲射撃、輸送船団への通称破壊作戦を実施した。 英国解放後、北極航路周りで太平洋へ戻り、千島列島の牛汁島に秘匿され、以後戦没艦扱いとなった。メディアごとの総意アタガラスは朝鮮艦、日本ホタカ建造にあたっての各種試験用を実寸、大実験模型として建造された木製戦艦である。一見すると本物と見分けがつかないが、内部はほとんどが乱動に近い。使用された木材は、 特殊加工され不燃性を持ち、その船体は意外に薄いため遅延ン新幹式の鉄鋼弾は効かない。内部に発砲剤を仕込まれると、急降下爆撃も通用しない。建造は、小樽で行われ、試験終了後は、表向きの目的である、航空魚雷試験の標的艦として沈む予定だったが、立案者である大岩倉領が待ったをかけ、 その外観を生かしたおとり作戦に使用されることとなり、第三帝国に日本ホタカの同系艦と思い込ませることに成功している。装備初代ヤタガラス新造作戦のおとりとして、前衛遊撃艦隊と共にジブラルタル要塞攻撃に参加した後、ドーバー海峡でヒトラー砲台の攻撃を引きつけて沈没した。二代目ヤタガラス二代目は巨大な奇船で、 キラテ打ち入り作戦の際に突如南アフリカ沖に出現し世界の目を騙した。速力は10ノットと低速。OVA には登場しなかった。深夜タガラス世界各国の情報機関の目を引きつけるため横須賀の海軍基地に取得されていた。実践には参加しなかった。ありがとうございます。